はいどうも、永遠に生牡蠣を食べていたいミストです。はい、本日はですね、春の大感謝祭ガチャ相方バージョンということでですね、こちらの動画90連アフレコ実況をしていくとともに、私の端末でも後ほど30連ほど追いガチャしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ4月1日にね、石125個補充されたということで、ガチャをね、引けるようになったみたいなので、こちらね、90連見ていきたいと思います。最初の10連目はポンデですかね。はい。まあ、しょうがないですね。10連目と20連目は確定ではないので、まあ、仕方ないですね。まあ、美課金ということで、90連するだけでね、価値あると思いますし、SR 選択、PSR 選択等ゲットできますので、今後のサクセスにね、かなり、力になってくれると思いますね。さあ、20連目は、お、引きましたね。SR 演出出ました。さあ、誰が来るのか。さあ、オクタビアはね、すでに50ということで、まあ、それ以外が出てほしいですね。おー、寺道、当たりっすね。寺道は十分勝ちかなと思います。さあ、30連目。26分の1ですね。合わせを引ける確率は、めっちゃタップしてるけど、26分の1だからね、ここで引いたらすごいよね。さあ、誰が来るのか。さあ、何枚来るかな ?1 枚。さあ、安定！おー、岸田か。まあ、岸田も、35でも全然強いですからね。まあ、ありでしょう。さあ、今んとこ思考系キャラが SR で出てきてますね。岸田フランケン社長同営とか、いかついキャラが多いですけど。はい。で、40連目が特定の8キャラからか。はい。またまたパジャマチャンスということで。まあ、私はね、170連してようやく引けましたけどね。はい。誰が来るんでしょうか。用心も欲しいって言ってたかな、確か。さあ、どうだ ?1 枚。さあ、誰おー、ジャベリン。まあまあまあ。ジャベリンは全然勝ちでしょう。変に王子再起とか出るよりかはマシかなとは思いますけどね。さあ、大事な局面に回りました。50連目。PSR1 枚確定のところですね。まあ、ここもまあ、50のキャラが出なければ、ほぼほぼ勝てるでしょう。家事とか、コリスとか来なければ大丈夫だと思うんですけどね。さあ、誰が来るのか。フラグ立てちゃったけど大丈夫 ?2 枚。3点おー、クロスエラいいっすね。これは母体あるだけでね、ダンジョン高校でもね、回収できますからね。全然ありでしょう。さあ、残りの1枚は誰なんでしょうか。さあ、シドレミ。シドレミを PSR 持ってるみたいなんで、全然勝ちじゃないですか。いや、いいっすね。こうやって、ガチャ引くだけで成果があるってのは、もう私なんてPSR 確定枠全部50でしたからね。もう、泣きましたね。裏で泣いてましたよ。さあ、60連目。誰が来る？おー、社長。いいっすね。社長もね、PSR ガチ券から、この人引いてますからね。羨ましい限りですね。さあ、70連目からは、SR センターガチ券ですね。まあ、ここは確定ではないので、SR 出したいところですね。さあ、何をためらったのか、めっちゃためましたけど。さあ、SR は来てくれるのでしょうか。ちょっと怪しい。けど、怪しかったですね。さあ、まあ、PR でもね、強いキャラ来てくれれば、かなり美味しいですからね。合わせ、岸田、ジャベリンと。まあ、全然ありですね。家事は見なかったことにしましょう。さあ、PSR センターガチャ券のところですね。80連目、見ていきましょう。ここで SR 引けるのかどうか。ポンデかなまあ仕方なしというところで、R が続いていく。R が止まらない。寺道、道営、立橋。おー、いいっすね。この3枚の PR は勝ちじゃないですか。さあ、来ました。大事な90連目。誰が来てくれるんでしょうか。私はジャベリンでしたね。さあ、ジャベリンと社長の PSR を持ってるみたいなんで、それ以外が来たら勝ちじゃないですかね。さあ、1枚。さあ、誰うわ、引いてるよ、この人。この人、引いてる。ということでね、目の前でメシマズ画像を見せられたんですけど、画像じゃないか、動画か。マジかよ。これはただただ羨ましいですね。ということで、まあなかなかの成果だったのではないでしょうか。ということでね、この後私の端末へ移行します。はい。というわけで、私の端末に移行して参りましたと。まあね、石125個いただけましたし、それプラスアルファでね、30連していこうかなと思っております。もらった石は還元していくスタイルでやっていきましょう。まあもうすでに200連してるので、この30連でこのガチャは最後にしようかなと思っております。この後、シアーンだったりね、レンちゃんのガチャも来ると思いますので、そこに向けてね、石をまた貯めていきたいと思います。シアーンがね、電光石火持ちとかだとね、非常に北斗高校とも相性が良くなるんですけどね。まあそのあたりの妄想はまた今度の動画にして30連していきたいと思います。頼む！ PSR が来てくれたら最高ですね。行きましょう！さあ、頼むよ。ポンデリングっぽい。ポンデリングっぽい。さあ、PR でも成果があるといいんですけども。パジャマがすごい。今んとこ出てる PR は全部50ですね。なるほど。なるほど。まあ合わせの R くらいですかね。成果があるとしたら。では20連目いきましょう。ガチャル。虹見たいな。虹見たいけどな。ひどいな。これはちょっとひどいな。さあ、闇の岸田、合わせ、モネ、ジャベリン、DJB 合わせ、落合、寺道合わせということで。まあ、合わせはやっぱ100連目以降はかなり出る印象はありますね。さあ、ラスト30連やっていきたいと思います。SR は出そう、せめて。行きましょう。頼む。頼むよ。ああひどいなぁ。これは、泣きますね。ちょっとだな、これは。きっつ。どうしよう、40連しちゃおうかな。負けたまま終わるのも、あれですもんね。まあ、40連しちゃいましょうか。ちょうど石余ってるんで。お願い！ここで全てを取り返したい。もうこのバナナイ3キャラ誰でもいいからね、出てくれたら私的には勝ちなんで。行きましょう！頼む！少しでも成果をあってくれ。はぁ、ひどいな。まあ、フランケンナイス？はい、ということで。きついな、今の40連は。厳選席がなくなってしまったということで。まあ、合わせに関してはですね、もう45になってて、もうすでに PSR の母体待ちなので、まあ、特に出たキャラはいじらず、PN 牧場に使っていきたいと思います。まあこの期間中注意すべきこととしましては、PR を解放できる、R で解放できると思うんですけども、それはすぐにやらないようにしましょう。その解放できる R は PN で解放できますので、PN 牧場してから R をそれで解放して、その後にね、PR にね、混ぜていくようにしましょう。まあだから今、ちょっと R ミキサーとか PR ミキサーとか、やりかけたんですけども、まあ、それはちょっと置いといて、まあ、ここからね、また牧場作業に参りたいと思います。はい。で、私は、今回のガチャやばいな。めちゃくちゃ爆死でしたね。計240連して、成果があったの合わせくらいかな。合わせと、まあ、持ってる PSR がちょこちょこ解放進んだって感じですかね。はい。いや、マジで負けましたね。久々にガチャで大敗した気がしますということでですね。まあ、潔くシアンを待ちましょう。という感じでね、今回の動画は終わりたいと思います。まあ、ちょっとね、相方のパジャマに嫉妬してガチャした結果、あんまりいい結果にはなんなかったですけど、あんまりどころかひどい結果でしたけどね。はい。まあ、ぜひね、チャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。はい。では、失礼します。See you!